初めてなんですよね。はい、コストコ。コストコ初めて、人生で初めて来ました。スタッ、ちょっと待って、使えない。スタッ、ピースしといてください。はい、そう、初めてなんで。ええ、そう、ここでね、氷出てくるから。なんすか、マウンテンデュー。なんなんやろ、押してみた。マウンテンデュー知らない？これどうやって付き合うんすか？それ、プッシュね。そう、真ん中で、真ん中で氷出して、わぁ、あれみたいね。オレンジにします。あー、炭酸すごそう。いや、薄っ。乾燥、乾燥薄かった。うん。あ、これもう超ピッチピチのオレンジです。これフレッシュだって。なっちゃんもみずみずしい。なっちゃんや。これしかも何倍でも飲めますし、ね、みたいな。昔のあれなっちゃんやったわ、めっちゃ、うん、なっちゃんオレンジ言われてた。いいね。なんか回させていただけるということで。いいですか？いいよ。人生初、初回しです。どのくらい？ああ、楽しかった。楽しい。はい、ありがとうございます。はい、ということでね、あの、僕は全部乗せなんですけど、結構パンパンに詰まったホットドッグ、これね、食べていこうかなと思います。いただきます。これね、最高ですよね。マウンテンデュー、いただきます。多分アメリカにいるね、今。いや、やっぱ美味しいですね、ホットドッグがね。で、見てください、あちらにね。これよ、皆さん、皆さん、コストコ行ったことありますでしょうか。このね、僕、プルコギベイクっていうのがすごい好きでね、これ中にね、ぎっしりこうプルコギが詰まってるんですよ。うん、まだプルコギには至り作ってるんだけどね、これね、非常に美味しいですね、これね。あくらさ、はい、コストコ、あ、でも行ったことないのか。初これからか。めっちゃでかいクマのぬいぐるみあるんだけど。買う？いいんすか？どんくらいでかいんすか？アクアぐらいある。え？ほぼ一緒？あるよ。え、買おうかな。さあ、来ました、ホットドッグ。おい、ほっとくな、俺を。じゃあ、行きます。ホットドッグみたいな。おい、誰がホットドッグか。僕はフルコースにしました。でも玉ねぎは入れすぎると、レイに玉ねぎ臭いって言われるので、玉ねぎはあんまり入れなかったんですけど。おい、いただきます。ウインナーがジューシー。ウインナーがジューシー、うまい。なんかこれでモッパンのサムネこうやって切ったらさ、もうね、すごいっすよ、多分伸びますよ。ピザでかすぎやろ、一切れ。ピザみたいな頭してる。おい、誰がピザ、誰が赤、誰がハムみたいな。いただきます。あ、ちなみに俺、ピザのチーズは食べれます。うまい。しかもちょっとさ、外今肌寒いじゃん。あったかいから、ピザがめっちゃうまい。いただきます。まだ届いてない。まあ、やっぱそうですよ、ね。さっきそれ同じこと言って同じこと言って同じこと言って届かないらしい、最初は。グッド。